サムネイルか動画のタイトルで、まあ、イベントやるんだなっていうことはきっと伝わってると思うので、すいません、ちょっとね、とりあえずこのイベントの名前を叫ばしてください。音量ちょっと下げて、いいですか？いきますよ。本気の学校エンターテイメント教育クリエイターフェス、スクール !in 埼玉ミネラルマルシェ。それではね、スマホを見ながら、詳細ね、お伝えできたらと思います。盛りだくさんなのよ、本当に。伝え忘れあると困るんでね、ちょっと見ながら失礼します。で、まずイベントの名前がスクールです。で、開催日時が3月27日土曜日で、場所が埼玉スーパーアリーナで行います。時間がだいたい13時ぐらいからが本編始まるんですけど、実は10時からもちょっとあります。で、そのイベントの内容に関してはちょっとこの動画の最後の方にね、伝えるんですけど、まあ時間としてはメインは13時ぐらい。でも10時からもあるよっていう感覚で覚えておいてください。このイベントのテーマは、教育で子供たちに笑顔の瞬間を作ろうって。教育のイベントっていうと堅苦しいイメージがあると思うんですけど、なんかこんな学校あったらいいなって、こんな先生いたら楽しそうだなって思うような、そんな子供たちが参加して楽しいイベントをやりたいなという思いでみんなが集まりました。それではここから実際のね、イベント内容を見ていきたいと思います。で、イベントの内容を伝えるとともに、こんな先生も出るの?っていうね、参加する先生のご紹介もさせていただけたらと思っております。ちなみにね、今回のイベントの名前はスクールです。こんな学校あったらいいなっていうのをイメージしているので、時間割になってます、イメージがね。で、メインが、まあ、13時ぐらいから始まるって話をしたんですけど、午前10時から12時の2時間、2つ、まあ、イベントというか、これ申し込み、事前申し込み制なんですけど、参加したい方はどうぞっていうのが2個行われます。まず1つ目、それが、私ハイチの自習室です。これは俺の個人的な、夢なんですけど、いつか東京ドームで自習するイベントをやりたいっていうのをずっと言ってるんです。で、それの、まあ、先駆けじゃないですけど、今回は埼玉スーパーアリーナでそれをやらせてもらうことになりました。で、これはもうめちゃくちゃシンプル。まあ、自分もそこにいて、まあ、仕事してるか勉強してるかわからないんですけど、なんかやってます。だから席もね、用意しておくので、みんなも勉強道具持ち込んで、なんかさ、埼玉スーパーアリーナで自習してきたっていう経験って良くない?わかんない。それを興味持ってくれる方がいるかどうかわからないけど、みんなでそれぞれの勉強します。俺が授業するってわけじゃなくてね、それを2時間。時間を設けてますので、もしね、参加したい方は事前申し込みの方からしていただいて、来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。そして同時並行で行われるのがこちら、シオリーヌの保健室ということで、性教育 YouTuber のシオリーヌさんがですね、性に関わる相談を、個別相談をするブースを作りますので、まあ、これ男女関係なく性に関わる相談、普段ね、なかなかしにくいところだと思うんですが、すごくね、シオリーヌさん話しやすくて、いろんな相談に乗ってくださいますので、もしね、個別相談してみたいなと思う方は、事前申し込みをしていただいて、参加していただけたら嬉しいです。ちなみに自習室と保健室をやってる時間はですね、他のイベントもやっているので、静かな状況じゃないです。結構ガヤガヤしている可能性もありますので、なんか塾とかの自習室をイメージしていると、もしかしたらうるさいなっていうこともあるかもしれないんですが、それを念頭に置いた上で参加していただける方はぜひ申し込みいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いします。それではじゃんじゃん紹介していきましょう。まず一つ目がこちら。まあ、サムネイルにね、バッチリ映ってますけど、真ん中に元気先生がいらっしゃって、これは元気先生の実験のね、やつなんですけど、デンガンくん。で、呼び乗りのタクミくんに、で、自分に、あとクラレ先生です。もうめちゃくちゃ豪華よ。この5人で実験の授業というかイベントをね、まず一コマ目にやっていきます。そして二つ目がこちら。こちらは令和のいい男決定戦ということで、シオリーヌさんが先生になってですね、私ハイチ、そしてデンガン君が本当のいい男を決めてやんよということで、まあ、デンガン君を倒しに行きます。本当のいい男見ててやるよっつってね、はい。で、これは保険に関わることなので、まあ、性に関わる問題というかクイズを出して、まあ、それに回答していくことで、本当のいい男をね、決めるというやつをやっていきますので、こちらもぜひ楽しみにしていてください。そして3つ目が、これ怖いんだよね。間違えたら即死。クラレ先生の毒毒クイズっていう。もうね、やばいと思う。クラレ先生一回お会いしたことあるんだけど、これめっちゃ怖いんだけどね。絶対楽しくなる。詳細はわかんない。でも、めちゃくちゃ楽しい、なんかね、クラレ先生が毒毒クイズっていうのをやってくださるので、こちらもぜひチェックしてみてください。
そして4限目が、これはもうサムネイルわかるね。匠と、伝願くんがまた対決する。で、これを対決を生で見られます。そう。これがまたね、ポイントです。で、対決に関しては多分ね、彼、伝願くんの方かなのチャンネルで、紹介してると思うので、まあ、そこでチェックしてもらえたらと思うんですけど、あいつらの対決が生で見ることができるというものなので、もう必見よ。必聴って言おうとしちゃった。必見ですね。見てみてください。そして休み時間を挟みまして、ここちょっとね、真面目なとこなんですけど、進路ということで、昔、君たちだった自分たちから今伝えたいことということで、まあ、今回の登壇者の先生方です。まだちょっとご紹介してない先生もいらっしゃるんですけど、先生方に、メッセージを、まあ、そこにね、いらっしゃるみんなにね、対して、まあ、メッセージを届ける。ちょっと真面目な話を。していくコーナーになりますので、きっとね、例えば伝願くんとかのイメージすると分かりやすいと思うんだけど、伝願くんの話ってすごい伝わってくるでしょ、刺さってくるじゃん。あれを生で聞きます。そう、メッセージをね、この前楽しいのわーって見てきた中で、ちょっと真面目なのをグッとエネルギーをグッとね吸収する場所になるかと思いますので、こちらもぜひチェックしてみてください。そして会員の会が終わった後にもう帰るかと思いきや、放課後があります。学校っぽいでしょ、放課後がある。で、放課後の時間はですね、匠伝願の2人と、あと高田先生が、率いる高田学園がですね、なんか楽しいことしてくれるらしい。ちょっと詳細はちょっとわかんない。まあ、ほぼ学校なんでね、真面目なものじゃなくて楽しい何かをしてくれるらしいので、それを見て、そして下校の時間となりますので、まあ、詳細はね、いっぱい話したけど、詳細は下にもリンク貼ってありますので、そこからね詳しく見てもらえたらと思います。で、最後にね、3つ大事なことをお伝えして終わりたいと思います。まず1つ目がお金に関してです。今回のイベント参加費は税込み1000円となっています。もしかしたらお金とんのかいってね思った方もいらっしゃるかもしれないんですけど、手前味噌な言い方になりますが、正直これだけのメンバーが集まって、しかも今回500名限定なんですよ。コロナのことがあるので、キャパはもっとたくさん1000人以上のキャパがあるんですけど、感染対策の観点から500人を、制限を設けてやっていますので、それでこのメンバーが見れるんだったら正直安いと俺は思います。自分が学生の時で今 YouTube があってこの状態でね、俺が学生だったら絶対参加するもんね。まあ、交通費がね高くつくって方もいらっしゃるかもしれないんですが、1000円となっていますので、それを、踏まえた上で、まあ、参加するかしないかを決めていただけたら嬉しいです。そして2つ目がコロナに関するイベント開催中止に関わるところです。で、今は3月7日に非常事態宣言が解除の方向で動いていますので、イベントもやる方向でこちらも動いてはいるんですが、もし非常事態宣言がまた出てしまったりとか長引いたり、あとはコロナの感染状況を見てちょっとイベント開催が難しい、中止という形を取らせてもらった場合には、いただいた1000円を返金させてもらう対応させていただく予定になっておりますので、その点念頭に置いていただいて、お申し込みの方よろしくお願いいたします。そして最後3つ目がですね、今回最初の動画でね叫んだところで in 埼玉ミネラルマルシェっていうのをつけているんですけど、これなんで埼玉スーパーアリーナでねうちらが終わってイベントできるかっていうと、ミネラルマルシェさんっていう鉱物、石ですね、鉱物を扱う方たちがイベントをされるんです。で、そのミネラルマルシェさんと元気先生がもう仲良くさせていただいてて、ちょっと貸して空いてるから使っていいよっていうことで、今回場所を貸してもらってイベントをできることになりました。だから自習室の時とかも他のイベントがやってるっていうのは、そういう鉱物展みたいなのもやってたりするので、そういった流れで今回開催ができてるっていうのも、ぜひみんなにはね直接関係あるところではないんですが、覚えておいていただけると嬉しいです。はい、ということで以上でございます。もうね、動画35分喋ってんのよ。まあ、カットしてるからみんなのは短くなってると思うんですけど、喉やばいやばい。もう、詳細見てくれ。こちらの概要欄に、そのね、サイト、申し込みサイトもありますし、イベントの詳細ページも載せてありますので、ぜひチェックしてもらって、で、よかったら拡散の方もよろしくお願いします。正直、まあ、教育クリエイターで、こうやってお祭りをやって、どういう方が集まるのか、まあ、そもそも人が集まるのかどうかも、わかんないです。そう、みんな手探りだから。でも本当にみんな一人一人が参加してくれる子どもたち、まあ、社会人の方も来ると思うんですけど、楽しんでほしいなって。教育っていうカテゴリーで集まったけど、教育ってどうしても真面目で堅苦しいってイメージがあるんだけど、楽しんでほしい。で、来てもらって、来てよかった。そしてこう、まあ、3月末だからさ、まあ、春休みなわけよ。で、その新学年とか、ね、その新しい学校行って、そこで新生活頑張ろうって思ってもらいたい。その思いで集まったメンツなんで、ぜひね、詳細もいっぱい見て、興味持ったらね、ぜひ遊び来てくれたら嬉しいです。当日ね、皆さんとお会いできるのを楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。それじゃあ以上、
ハイチでした。俺頑張った。